京大三考俳句会は、京都大学関係者が中心となって設立された、俳句会。旧世代三高等学校で、日野僧城、井原嵐万水らによって1919 19年7月に作られた、神寮俳句会を前身として、1920年3月に創設。京大学生集会所で行われた、発会式には、高浜巨子も招かれた。運営は、と、 鈴六やぶろが中心で、同年10月には山口聖氏が参加、11月より、経イの子が実質的な帰還誌として創刊された。俳句会は1922年11月に一度解散されたが、1925年5月に井上博文寺らによって復活された。1932年、経イの子がノブロの主催誌となり、翌年に新たに帰還し、 兄弟俳句が創刊された。1933年1月、平畑聖堂、井上白文治、藤子左右、長谷川蘇生らによって創刊。編集発行人は聖堂。顧問として、鈴六や風呂、日野草城、水原修王氏、山口聖氏、井原嵐万水が名を連ね、参上院37名、研究会員14名で構成。 1935年から学外に門戸を開き、斉藤三期、高山戸明、石橋達之助、渡辺白泉、三橋俊夫らが参加。自由主義の主張の元実作、理論の両面の向上を唱え、進興俳句運動の中心主として、無機俳句や戦争俳句が多く載った。しかし反戦的な内容から、1940年2月から8月にかけて政党。 白文字、白仙、達之助、三木良編集官与者14名が治安維持法違反として次々特攻警察によって検挙される。これによって同年2月、兄弟俳句は習慣を余儀なくされ、進行俳句運動は急速に終焉に向かった。戦後も断続的に復活しており、1970年代から80年代にかけては、 エリアキヒコや上野地図コラニューウェーブの廃人の拠点となったが1983年に収監した。2009年に教職員を中心とした立ち上げメンバーにより復感が図られ現在に至っている。ありがとうございます。